カゴランダー TV。 はい、オカランダオールドジェネレーション、どうもカラミマヤクロ。オールドジェネレーション、ポチモト。オールドジェネレーション、モノリユスト。オールドジェネレーション、ティケミト。オールドジェネレーション、エオリムディッシュ。ということでね、今回やる企画はね、第1回ブラック企業クイズ。出ました、第1回。なんだそれは。まあ、もうタイトルがちょっとね、はい、誤解招いちゃうようなんですけど、はい、僕、まあ、前職ブラック企業に勤めてたとか、はい、いろいろ言ってたんですけど、法律とかそういうのから考えると、はい、まあ、ブラック企業じゃないんですけど、僕あの頃は必死で、まあ、ブラック企業はブラック企業だと言ってまして、はい、現代結構ネットとかでもなんか自分のことをなんか不遇じゃないけどブラック企業に勤めてるの、はい、やっぱ文句垂れる構造が多いと思うんですよ。僕もやめてみて気づいたんですけど、あれブラック企業の中だと、はい、ということでね、僕が、実際体験したものをクイズ形式で答えていただいて、一番近い人に1点ずつ追加されて、はい、まあ、一番高い人が、まあ、ブラック王ブラックキングっていう、はい、まあね、ブラックピンクみたいなね、うん、ブラックピンクまあね、そのクイズを通して、本当に伝えたいのは、果たして本当に自分が、まあ、ブラック企業に勤めてるのか、自分はそんなに悪くない環境じゃないかってことを分かってほしいんですよ。公園みたいになってるんですね。公園、うん、全然多分僕よりもダメな人もいると思うんで、悪い人も環境。なるほど。ということで早速第1問、私の、企業会社は、大体8時半出勤で、はい、定時が5時ちょっと過ぎなんですよ、はい、ということで、最長の残業時間、帰宅時間というか就業が終わった時間俺が働いてきた中で一番遅かった時間ということ。あ、そういうこと。そうそうそう。え、決まってないの。え、決まってないの。定時じゃなくてあれを帰宅時間、うん、残業終わらんかったらずっと残業するよ。うわはい、ということで、じゃあ、回答の方見せてもらいましょうか。せーの、じゃあ、23時、10時、2時15分。正解はちょっと大体ですけど、0時半。うわ、誰が近いですか。これは TKB ですね。0時半か。確かね。え、マジで。これはね、後工程の作業とかもちろんで、今日中に終わらんとあかんって言われる。という、ただちゃんと、その他の残業時間短くなって、法律には引っかからなかったです。第2問、ちょっとだいぶ優しくなりますね、はい、僕結局3年間、働いてましたけど、東の一番東の出張先と一番南の出張先って西か、うん、そう、どこまで東に出たか、都道府県、都道府県でお願いします。ついてないですか。ついてない。はい、それじゃあ出してもらいましょう。せーの、じゃん。広島から千葉。広島。茨城、大阪。答えは東が東京。よっしゃ。西ってか、まあ南ってかが大分です。マジっすか、九州行ったん、うん、はい、オーマイガーだね、それは。ということで、TKB でいいですか、これは。もうなんかわかんない。そうですね、県が一致してますしね。いいですか。うん、まあ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 、東京北海道は行ってないんや。行ってないんだよ。まあね、出張行くと出張手当とか生まれるんで。めっちゃ生まれますよね。いいや。まあ、うん、何百キロ、ちょっと夜の方が大阪の人とかだと、それの金で風俗行ったりとかしたりとか。なるほど。いたんすか。考えた。妻子持ちの係長に誘われたけど、マジで怖くて断った。ここからちょっと自業自得というか、はい、まあ、僕だらしないんで、はい、起きたこともありますけど、はい、僕結構通勤中居眠り運転得意だったんですよ。危ないぞ。え、マジで。で、3年間働いてきて出勤中の事故を起こしたの何回か。事故、どういう事故でもいい、単独事故でも衝突事故でも何でもいい。ちょっと当たったとかで、ちょっと当たったかこすったでも、いや、まあ、こすったはないです。普通にちゃんと事故っていうか、違反とかじゃないですね。まあ、警察来たら事故でしょ。うん、
出してもらいましょう。せーの。え、何回？みんな何回じゃないの？自分は2だと思います。ちょっと相当やばいってこと。でも何やと思ってる。だってそれ一回死んでると思うよ。年後やもん、年後。1年に5回レベルやったんかなと思って。居眠り運転は15回以上やっとるわけやろ。運転は結構毎週15回ぶつけてったらプレミアボロボロっすよ。いやでもあれや、そういうの結構危機察知能力で気づいたりする。正解は2回。おお、あと1回どっかで釜放った時とプレミアダメにした時ですよね。そう、うん、答えは2回とも釜放ってきました。はい、やばいですね。なんか許してくれたよね。そう、その時マンウィズを聴いとったよね。そう、エモーション、もうそれがトラウマの曲でした。結局これは病気じゃないですけど心の病とかもあるかもしれないです。うつ病ですか？あの、同じ時間でも仕事行く時と友達と遊ぶ時で全然眠くならん。それなんとか症候群っていうやつですよ。多分それかもしれない。あれなんとか症候群ですよ。モチベが下がってたってことですもんね。まあないね、モチベ。まあ冬に窓全開にしとったけど寝た。あ、でもそれわかります。自分も出ます、焼き上げとか。無理ないんそれが、うん、どんだけ叫んでも出ますね。叫ぶの？叫ぶとか、次ね、今の、まあ、問題にちょっと似てるけど、居眠り運転を、最初にしたのは1年目にはもうしてるんですよ、うん、何月頃したか。4月からもちろん仕事始まりますけど、何月から居眠り運転し始めた。あ、講習とかはなしですか？講習？いや、あの、社交の時とか。外臭くね、煙。うん、講習ですか？講習です。最悪。せーの、じゃあ、4月。ああ、正解は4月です。イエーイ。マジ早いね。もはやね、半月間研修だったんだけど、うん、もうその時点で居眠りと発動しました。その時定時ですか？定時で。やばいですよね。次はまあ、逆転も込めて 2点ぐらいにしときますか。いや、3点。いや、1億点でいきましょう。4点いいじゃないですか。4点か、4点で。次はなんかね、今までの問題は全く意味がないです。ラスト問題。僕が会社辞めるって言ったのが、まあ会社辞める4、5ヶ月ぐらい前に言ったんですよ。でそっからちょっといろいろ経て、その会社の重役の人に伝わって、まあ、辞めるの受理されたんですけど、その時に、今まで貯めてたっていうか使えなかった有給を使い切ろうとしたんですよ。有給消化ですね。はい、有給消化です。有給消化しようとしたんですけど、まあ結論から言うとできなかったんですよ、全部。ということで、大体何パーセント、何割ぐらい使えなかったかを答えてください。使えた。普通に仕事忙しいで分かっとるよねって感じに汗をかけられました。まさにブラックギー。ちゃんとね、引っ越しとかのことも考えた期間は休めない。別に消化すればよかったよ。もう何なかその会社はいなくなる。関わらない、関わらない。その立場になってみ無理やもん、怖い。いいじゃないですか、別に。いや、だからなってみ怖いもん。怖いもん。もう有村さんやったら絶対痩せよう。は？なんで今やいや、いいっすか。うん、せーの、ドン。75%。3割。正解は6割です。ということで1ポイントこっちの方が多いんで、ブラックキングは戻り決算になります。よっしゃー。いっぱいなとこがこんな感じで、まあ、ブラック企業とは一応ないんですけども、まあ、これよりもね、マシな会社だったら、まあ俺はブラックだって言わない方が多分いいっすよ。もっとブラックな人は多分恨み持ってるんで。ということで、もうね、ちょっとこんな適当な感じですけど、今日は